ソル・ホワイトはアメリカ合衆国のニグロリーグで活躍していた野球選手。オハイオ州ベルヤー生まれ。選手時代は内野手で後に監督や球団役員等を務めた。ニグロリーグ早々期のプレイヤーであり歴史家でもある。ホワイトは1887年から1910年の間主要なアフリカ系アメリカ人の野球チームなどで選手として プレイし、その後数年間監督を務めた経歴が残っている。この中には、マイナーリーグに5年間在籍し、通算の打率が356だったという記録も含まれている。選手としての経歴の他に、1887年のピッツバーグ・キーストーンズの創設や、アフリカ系アメリカ人の初期の野球リーグである、ザ・ナショナル・カラード・ベースボールリーグの立ち上げに関わったり、 1902年のフィラデルフィア・ジャイアンツの創設のほか、後のいくつかの野球リーグの設立と発展に重要な役割を果たしてきた。また歴史家としての功績としては、1907年にアメリカにおけるアフリカ系アメリカ人の野球の歴史に関する本の編纂を行ったことが挙げられる。現在このガイドブックは19世紀から20世紀。 初頭のニグロリーグ早々期を知るための重要な資料となっている。1955年、ニューヨークにて87歳で亡くなる。2006年にニグロリーグ特別委員会により、アメリカ野球殿堂入り。ありがとうございます。